朝鮮労働党委員長で、朝鮮民主主義人民共和国国務委員会委員長、朝鮮人民軍最高司令官の敬愛する金正恩元帥が、朝鮮人民軍戦略軍ファソン砲兵部隊の弾道ロケット発射訓練を現地で指導しました。朝鮮労働党中央委員会の幹部と国防科学研究部門の人たちが訓練を見ました。有事一兆の際、太平洋作戦エリアのアメリカ侵略軍基地の打撃任務を受けている朝鮮人民軍戦略軍ファソン砲兵部隊が訓練に参加しました。発射訓練は、実戦配備の性能改良型弾道ロケットの飛行安全性と誘導命中率などの信頼性を再検討し、ファソン砲兵部隊の実戦能力を判定するのが目的でした。発射場に着いた金正恩最高司令官は、弾道ロケット発射訓練の計画と性能改良型弾道ロケットの戦術・技術面での諸言について詳しく聞いた後、戦略軍司令官に訓練開始の命令を下しました。訓練では、ファソン砲兵部隊のロケットの実戦運用能力と弾道ロケットの戦闘的性能が完璧なものに評価されました。最高司令官は、弾道ロケット連発発射訓練が些細な欠点もなく成功裏に行われたことに大きな満足の意を表し、訓練に参加した戦略軍派遣砲兵部隊の軍人たちを熱く祝いました。金正恩最高司令官は、基地の朝鮮の初の水素爆弾の轟音で厳かな序幕を開いた歴史的な今年、多段式に起きた核武力強化の奇跡そのものの成果をさらに拡大すべきだとし、主体的な核武力をあらゆる面から強めて、軍事的抑止力をさらに高い段階へと発展させるための重要課題を示しました。敬愛する金正恩元帥に、朝鮮民主主義人民共和国創建68周年に際して8月30日、セネガル共和国のマキサール大統領から祝電が寄せられました。祝電は、金正恩元帥の崇高な活動でのご精鋭と、朝鮮人民の繁栄を祈る、両国の間の協力関係の発展に尽くす意思を確約すると書いています。敬愛する金正恩元帥の普及の著作、金正日同志の偉大な戦後革命思想と業績を永遠に輝かそうが、ルーマニア新社会主義党のホームページ、父思想に載りました。各国で、朝鮮民主主義人民共和国創建68周年記念の催しがありました。1日と2日、メキシコのネサウアル・コヨトル市で集いが、諸国人民との友好連帯アンゴラ委員会で集いと写真展が、インドネシアのミレニア・アルマダ・エクスプレス会社で講演会が行われました。写真展には、偉大なキム・イルソン主席と金正恩総書記、敬愛する金正恩元帥の不滅の業績を見せる写真が展示されていました。ワーシが発言した人たちは、朝鮮民主主義人民共和国の創建とその発展に尽くして成した金日成主席と金正日総書記の不滅の業績を称え、金正恩元帥の導きのもと成功一路を進む朝鮮はこれからも不滅の社会主義強国として永遠に栄えるだろうと述べました。朝鮮民主主義人民共和国創建68周年に際して1日、ルーマニア新社会主義党最高理事会委員長のホームページに、朝鮮民主主義人民共和国の創建者と題した文を載せました。また、ミャンマーのミトタルモ出版社総社長が1日、談話を出しました。5日、平壌の人民文化宮殿で、全国計画部門アクティブ会議が行われました。会議では、今まで朝鮮労働党の人民経済計画化に関する政策の実行で収められた成果と経験、教訓を分析・総括し、第7回党大会が示した経済強国建設の戦略的路線と当面の国家経済発展5カ年戦略の実行で、経済指導にあたる人たちと計画担当者の役割を高めて、計画化事業を新たな高い段階に引き上げるための課題と方途が協議されました。パク・ポンジュ内閣総理をはじめ、党、武力、政権機関、各省、中央機関、各道、市、軍、機関、工場、企業、農場の幹部、
全国の計画部門アクティブが会議に参加しました。敬愛する金正恩元帥が父105年2016年9月3日に発表した歴史的な著作、計画化事業を改善し強化するのは社会主義経済強国建設の差し迫った要求であるを、朝鮮労働党中央委員会政治局委員の党中央委員会大須勇副委員長が読み上げました。著作は発展する現実に即して社会主義計画経済の優越性をさらに発揮させ、経済強国建設を早め、経済指導幹部と計画担当者の責任と役割を高めて、人民経済計画化事業に新たな革命的転換をもたらすための重要指針です。会議では朝鮮労働党中央委員会政治局常務委員会委員の朝鮮民主主義人民共和国朴槿惠内閣総理の基調演説について発言がありました。朝鮮民主主義人民共和国創建68周年にちなんで、9月8日平安で岸思想国際研究所主催の反帝自主と連帯に関する岸思想国際討論会が開かれます。各国と地域の岸思想研究組織代表団と代表が出席する討論会は、岸思想の研究と普及を促し、反帝自主引用のために戦う全ての国と人民の間の国際的連帯を強めることになるでしょう。いつか雑誌「朝鮮女性の創刊」70周年記念の集いがありました。朝鮮労働党中央委員会リ・イルファン部長、女性同盟中央委員会キム・ジョンスン委員長、勤労者団体出版社の記者編集者、女性同盟の活動家が出席しました。記念演説では、朝鮮の解放後、女性向けの出版物の発刊を発案し、直々、朝鮮女性と指名までつけた偉大なキム・イルソン主席の信頼と配慮の中、父35年、1946年9月6日、創刊号が出た。抗日の女性英雄、キム・ジョンスク女子は、創刊当初から、この雑誌が女性向けの出版物としての役割を果たすよう導いた。偉大な金正日総書記は、雑誌が女性同盟中央委員会の機関紙としての特性を生かすよう、ジャンルや内容を改善することなど、革命的な女性出版物の理論実践上の諸問題を教えた。敬愛する金正恩元帥の導きのもと、今雑誌は新たな全盛期を迎えていると述べました。いつか、平壌の三大革命展示館で、第12回平壌秋の国際見本市がオープンしました。関係者と経済貿易部門の人、各国と地域の代表団、各国の中朝外交代表と大使館員がオープニングセレモニーに参加しました。セレモニーで発言した人たちは、見本市が各国の間の友好を図り、多面的な経済貿易の取引と投資、科学技術の交流を広める良い契機になると述べました。見本市は8日まで続きます。今年に入って、共和国の青年の間で、気高い美徳と美風の所有者が引き続き増えています。ファンヘイ南道新町郡、ウサン共同農場青年文組員のハンミョンホさんが、今年の1月初め、川に溺れた女性の農場員を救い出したことをはじめ、この郡から数千人の美風の所有者が出ました。カンウォンド・パンギョ郡人民病院の青年たちは、全身に火傷を負ったある労働者に自分たちの皮膚を提供しました。南浦市では、2万8000人の青年学生が戦争参加者、戦勝栄誉軍人を骨肉の思いで温かく顧みています。ハムギョン北道では、300人余りの青年学生が美徳の主人公となり、十数人が戦勝栄誉軍人の永遠の伴侶になることを誓いました。朝鮮民主主義人民共和国創建68周年に際して、岸思想国際研究所のハリシ・グプタ副理事長一行、ドミトリ・コスチェンコ委員長率いるロシア岸思想研究会代表団、自主的発展のための鉄道産協会のズーラモボ会長を率いるモンゴル岸思想研究組織代表団、ソンコリ・バルティ委員長率いる戦後政治研究ネパール文学フォーラム代表団、
マニクラマ委員長率いるネパール戦軍政治支持協会代表団、ソンチトプラプ委員長率いるタイ父思想研究組織代表団が5日、空路ピンヤ入りしました。8月28日、在日朝鮮人平和統一協会のリードンジェ会長をはじめ、朝鮮総連の中央団体の人たちが、朝鮮半島の平和と自主統一のための北と南、海外の諸政と団体、個別人士の合同会議の開催を阻む、朴槿恵政権が糾弾する談話をそれぞれ発表しました。ウルグアイ3月26日運動が8月29日のホームページに、南朝鮮当局の反人民の犯罪を暴く文を載せました。文は今、南朝鮮では1970年代から存在してきた公開されていない収容所で、進歩的な活動家から障害者の子どもに至るまで大勢の人が強制労働をしている。先日は死の前まで殴られながら労働を強いられた人たちの死体が埋蔵された複数の墓が発見された。墓には障害者と進歩的な活動家、離島生活をしていた女性たち、労働者、拉致被害者たちが葬られていた、こう述べ、収容所に閉じ込められている子どもたちと墓で発見された死体の写真も共に載せました。1日、ナイジェリア・キメルソン・金正日主義研究全国委員会のホームページに、アメリカとその追従勢力が国連安保理で戦略潜水艦の弾道弾水中テスト発射など、朝鮮の自衛の核抑止力強化の措置に言いがかりをつける広報を発表する有志敵対行為をまたもや働いたことを受け、アメリカとその追従勢力の朝鮮敵視政策を非難する文が載りました。1日、中国の新華社が子どもたちの幸せの場として立派に建てられた平壌中等学院を紹介する平壌特派員の記事を伝えました。記事は朝鮮の金正恩元帥の指示によって短期間に建てられた平壌中等学院の延べ建築面積は2万4000平方メートルだとし、中等教育のモデル学校に作られた平壌中等学院を詳しく紹介しています。以上をもちまして、この時間のニュースをお伝えしました。アナウンス担当は、カンソニでした。こちらは、朝鮮の声放送です。朝鮮中央通信社が、アメリカの恥、覇権政策の必然の所詮と題した論評を発表しました。論評は、アメリカ政府の独善的な対外政策が次々と破産に直面している。この8月28日、ドイツ副首相は、TTIP 大西洋両岸貿易投資パートナーシップ協定の交渉に関して、欧州はアメリカの要求に屈することができないので、交渉は事実上最終的に決裂したと主張した。 TTIP 交渉といえば、3年前世界最大の自由貿易地帯創設のキャッチコピーで始まったアメリカ欧州連合自由貿易協定の交渉で、オバマ政権が対外政策上最大の実績として飾るために総力を結集して強行してきたものだ。ところが自分の利益だけを追求するアメリカの強圧的な交渉態度に同盟国まで背を向けたので、3年間も推進してきた交渉はついに決裂し、その実現の見通しは薄れている。オバマ政権の脆弱な対外政策は、欧州だけでなく中東でも史上最悪の危機を迎え、破局へと追いやられており、核兵器のない世界づくりなどオバマが唱えた他の対外政策も現実性のない欺瞞的なものなので、どれ一つとして実現できず失敗だけを繰り返している。分けても制裁とプレッシャーで共和国の制度を崩壊させようとしたオバマ政権のアナクロの対朝鮮戦略的忍耐政策はすっかり破綻し、共和国の核強国としての戦略的地位を高める結果を招いただけだ。世界の前でのアメリカの恥さらしは決して偶然でない。強権と戦後、侵略と干渉に基づくアメリカの世界制覇の戦略は歴史の流れに逆らっているので、アナクロの政策として排撃され、その相対的破綻は避けられない運命となっていると述べています。
前提の見込みのない南沙候補地。パク・クンヘ傀儡政権が第三候補地を選定すると言って、サード配備で沸騰した南朝鮮の民心を沈めようとしています。報じられたように、県産北道尊女軍がサード配備の敵地に確定されるや、奮撃した地元の住民は抗議の印として幕張りの畑を掘り返し、キャンドル集会と赤の丸刈りをするなどして、パク・クンヘ政権を窮地に追いやっています。尊女軍の住民が、自分たちの生存権を奪うサードを絶対受け入れられないという断固とした立場を表し、サード反対闘争が南朝鮮全域に拡大するや、慌てふためいた傀儡政権は、手抜きの策として第三候補地の問題を持ち出しました。そして、第三候補地は周辺に民家が少なく、サードレーダーの電磁気波による被害の連覧を最小化できる、尊女軍のあるゴルフ場が最適だと喧伝しました。ところが、それが火に油を注ぐことになりました。問題のゴルフ場と隣り合わせた、県産北道キムチョン市の住民が反発したのです。サードの南朝鮮配備は、アメリカもアジア支配戦略に従うミサイル防衛システム構築の一環です。南朝鮮と海外の専門家たちは、サードは朝鮮半島の周辺大国をターゲットにし、これらの国とアメリカの間の戦略的バランスを崩していると主張しています。実際にサードが南朝鮮に配備されれば、その技術的特性上、朝鮮半島周辺の大国の監視も打撃圏内に入ります。先日、南朝鮮を訪問したアメリカ国防総省ミサイル防衛局長が記者会見で、サードは中国をターゲットにしないと言いながらも、技術的には探知が可能だという言葉を漏らしたのもその実証となります。そのため、周辺国はサードが配備される場合、それに従う軍事的対応も辞さないという姿勢を見せています。パク・クンヘ政権が、サード配備のための第三候補地を検討しているといいますが、それは各界の人々の強い非難を他にそらし、人民の闘争熱気をなためようとの狡猾な術策にすぎません。サードが南朝鮮のどこに配備されようと、それは災いの元となるに違いありません。傀儡政権が上司アメリカの言いなりになって、サードが人体と環境に悪影響を及ぼさないと言い張っていますが、南朝鮮人民は信じようとしません。先日、キムチョン市の住民が、傀儡国防省に、サードが被害がないなら、なぜ他のところを移そうとするのかと聞きました。ところが、傀儡軍部は、この問いに何の答えもできなかったと言います。傀儡国会情報委員会委員長を務めるセムリ党議員も、キムチョン市の住民の問いに、答える術がないと短足を漏らしたとのことです。パク・クンヘ政権が第三候補地の検討などと言って民心を騙し、サードの南朝鮮配備を強行しようとするなら、その売国反民族行為は高い代償を払うことになるでしょう。尊敬の見込みのない第三候補地、高大使とお話ししました。製品の小出しが出品されて、国内はもちろん海外からも好評を博しています。その開発者はテドンガン食品工場の主任技師、ケイションヒルさんです。ケイさんはまろやかな風味により、諸村人民の間で名刺として広く知られたピンヨン酒も開発しました。誰もが好む名製品の開発者のケイさんは高額博士です。幼い時、女性博士になることを夢見たといいます。中学校を卒業して、希望通り当時の平壌経済大学に入学しました。国の無料教育の施策に恵まれて、科学探究に打ち込み、最優等の成績で大学を卒業しました。ある食品工場の技師に配置され、
人民のための良いことをより多くする一年で尽力しました。その後都文館食品工場の主任技師になりました。工場の技術全般を引き取りながら時間を割いて以前から考えていた名刺の開発に関する資料を探し、従来の製品の長所と短所を分析しました。諸村人の体質に特するアルコールの分解力を科学的に確証したことに基づいて、アルコールの質を高めるための新たな生産方法を完成し、技術的問題を解決していく過程に諸原酒の開発の見通しがつきました。このように開発された天然酒はブランド商品として国内品質メダルと称々を授かりました。企業の管理も手いっぱいなのに研究に打ち込むというのは決して容易なことではありませんでした。しかし自分の才能を伸ばしてくださる若い国に微力ながら尽くしたい思いだけでした。成果に自己満足せず一層精を出しました。その質と風味が独特で、いろいろな忘れパワーの効果がある機能性製品のクルシをまたもや開発しました。クルシもやはりブランド商品として国内品質メダルと称々を授かりました。2013年3月、博士号を授かった生産は初戦で科学分野の最高賞の大阪16日科学技術賞を授かりました。国では私をこのように行政幹部に博士に育てました。私の夢を叶えてくれた国に報いたい思いです。またこれが公民の義務であり本分だと思いました。これからも人民が好む名製品をより多く開発して一生人民の奉仕者としていきたいと思います。実にありがたい国があって、圭さんは思う存分研究に精を出し耐える人生を送っているのです。耐える人生、都文館食品工場の主任技師、ケイヒョンシルさんをご紹介しました。